デュランダル原案公開に対するみんなの反応。原案の絵柄いいね。盛るべし、女騎士盛るべし。原案より持っていいんだ。太ももは削った。幼さを残す瞳を小さくしました。代わりに盛りました。成長分、ってこと？育成して初めて気づいた手袋の左右色違い。靴もそうだけどそういう馬娘結構いるね。わかりやすく原作要素出せるとこだしな。原作の色が左右で違ってたりするからな。あと怪我してたりする子はそこに装飾ついたりする。ほっぺがもちっとしてアホっぽくなったような。体型ほぼ出すかみたいな数字してるからね。もっと持ってもいいくらいだよ。原案のしまった体型見るにこれは持ってから決めたのでは。太ももはやっぱり盛ると干渉しやすいから削られるんだろうか。原案はちょっと可愛すぎてあんまり汚れなことやらせにくいな。イベストでたまに原案みたいなタッチの絵があるんだよな。同じ上着なのに山頂の位置が随分違うな。生えてないのがわかるからパンツスタイルってとてもエロいと思うのよね。無風する方としない方。いわゆる萌え顔から離れすぎない範囲で体にリアルな立体感出せてるところに匠の技を感じる。原案に比べて絶妙な変な女感なんなんだろうな。うわぁゴリゴリの金髪壁眼美少女日本人だと思ってたら原案はもっとギャルゲっぽかった。割と外人も多い中でここまでコテコテの外見で外人要素も両家の子女要素もないんだよこいつ。中身の幼さ純粋さを強調するためにあえて盛る。たくさん兄弟がいる庶民だからな。でも母ちゃんはプリンセスだし。母爽やかプリンセス爽やかとは言えないやんちゃ系。もう最近は原案ほぼそのままだね。原案ですでに普通にいい感じのデカパイじゃない？初期のはゲーム自体作り直してるせいもあるから。原案ほぼそのまま 3D 化できてるってすごいことだと思う。元の絵柄の線が細かったり破綻の少ないデザインだとほぼ変更なしでお出しされる。上を持ったら下も持ってよくない？外部デザイナーじゃないから 3D と原案すり合わせながら固めてるんじゃない？デジタンとマベチンは原案の勝負服でよかっただろと思い続けている。マベチンの原案は元の勝負服のイメージが全く入ってなかったから。アニメ3期より前のキャラはバハのイラストレーター起用で誰が描いたのかすぐわかったけど最近はわからん。原案といっても大まかなデザインはそのままだしな、別人レベルで違うことはない。でも原案とのギャップを楽しむのも楽しくはあった。原案はキリッとした宝塚感があるのに今のはアホ面しか見えない。じとめ成分がなんか変質してる。原案がいっぱい褒めてもらって喜んでるのも見たい。原案岸山のあんなあちゃもろい衣装そのまま出せるかすぎる。ロブロイは原案から変わりすぎだったけど2着目でバランス取ってきた感じある。 3D のもちっと感はマックちゃんを彷彿とさせる。再現には長い歴史から培った女騎士マニュアルがあるからな。これとか 3DCG がほぼ原案そのものと言っていい。センシティブな足の包帯は除いて正解だと思うし服装もほぼ再現。やっぱ別物だろこれ。ルビーは絶対発注時点でキャラ付けの説明がなかったわ。途中で変わっただろ。あんま意識してなかったけど川上とか勝負服はすごい別物になってんな。今思うとなんで尾行は魔法少女風だったんだろうな。ペガサスイコール翼イコールウグー。ロスオダが生きてれば初期尾行くらい振り切ってても見逃されたかも。だがそうはならなかったんだ。ライトウも原案はすごい美人なんだよな。3D モデルも黙ってれば美人だろ。コンセプトは黙ってればすごい美人部屋。原案乗馬キュロットといえばむっちりした太ももですよね。歳月地持っとけばいいだろ。3サイズがほぼダスカと同じって聞いたけど嘘だろ。新聞の間違い探しコーナーに載せてもいいレベルの微妙な違いやな。今は原案ができてからモデル作成までが早いだろうし、作るキャラが多くてあまり遂行、修正する時間がないんじゃないかな。初期キャラと違って大きく遂行、修正する必要ないように原案の時点でより練って作ってるんでしょ。シュッとしてる方とムチッとしてる方。キリッとしてる方と無風としてる方。原案だとじとめ感増した気がする。3D モデル化した影響なのか意図的な調整なのか、
ゲーム中の方が若干丸っこい感じがする。少女漫画感あるよね。ベルバラに出てきそうなデザイン。同部屋の人もろとも少女革命ウテナ感ある。原案はドヤ成分が少ない。原案の細かい細部のパーツを 3D モデルでもしっかり再現してるのが偉い。原案デュランダルが褒めて欲しそうにこちらを見ている。カルトカもそうだけど原案はちょっとシュッとしてるよね、どっちも好き。個人的には原案の方がタイプだけど、シナリオ見る限りでは左の方が合ってる。太ももが細くなった分 3D の方は股のところに隙間ができてるんだな、変態の所用だ。この勝負服着てる時にトイレ行きたくなったらどうすんだろ、どうやって着脱する衣装なのか。原案はポーズがガンダムウィングのオープニングに出てきそう。なぜだ、なぜ太ももを削った、血類。昔はそもそもゲームすらなかったからある意味自由だったんだろうな。今は最終形が見えてるから最初から 3D 計算して作ってるぽい。今の時代に菱山姉さんの原案を出したら公開される前に社内で突き返されそう。ほんと可愛いなこいつ。ひざまずいているの好きすぎる。なぜしゃがむ？その方が頭を撫でやすいでしょう？原案だと褒めて褒めて要素少ないな。原案の方が美少女感強めだな。個人的には犬娘感強くてドヤ顔がよく似合うアプリの方が好みかな。うおうおう、俺はデュランダルを俯瞰で見たい。伝わるかわからんけどこういう勝負服で足交差してちょっと腰ひねってるポーズめちゃくちゃ好き。なんか正統派に格好可愛いというか打鍵っぽさがない感じするね。無風って感じの汎用服好き。ビリーブはデュランダルと違ってキリッとした表情だけど、お目目がクリッとしてて可愛らしい顔立ちだよね。ムチムチ度と騎士っぽさをマシマシにしたんやな。原案はなんか騎士より姫っぽい、そして賢そう。あまりにも美少女。3D モデルではがっしり目の体格に調整されてるのね。こいついつも無風してんな好き。正直先に原案だけ見せられてどの馬か当ててって言われたらビクトワールピサあたりと思いそう。いかにも原案イラストっぽいタッチで好き。育成してて素直に可愛いって感想が出てきたのはもしかしたら初めてかもしれない。初期の頃と比べると原案との差異が少なくなってきたね。前はまさに原案って感じだったけど、最近のは間違い探しかな？って感じ。セリフはフェイトっぽいけどワルキューレロマンツェ的なクッコロ騎士感なんだよな。デュランダルという名前、金髪美少女、これは絶対正統派ヒロインやろなー、からの犬。つまり犬は正統派ヒロインである。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。